五軍の一部はすでに長江を渡って術高に進軍中。全軍で攻めかかれば孫吾の本拠建業を落とすことは可能でしょう。ですが建業に向かう敵増援の目撃情報、覇色を制した劉備の次なる動向、時をかけるのは得策ではありません。ふっ、淳雄よ、赤壁以降お主は以前に増して頼もしくなったようだな。速やかに術高を制し建業を攻め落とす。敵はまた策を弄してくるかもしれん。皆十分に注意せよ。楽文献、真っ先に敵陣に飛び込み道を切り開いてみせます。おお、ピンときました。俺らなら必ず剣業まで攻め落とせますって。策の方は俺にお任せを。そう何度もやられるわけにはいけませんからね。領州の勢いをくじき、皇庫の憂いは立った。赤壁の借り、今こそ孫権に返すのだ。赤壁で大敗したことをもう忘れたのかい？だったら俺が思い出させてやるよ。あの戦を忘れたことなどありません。赤壁の雪辱、ここで果たします。よっ、この地を譲ることはできん。何としても俺が守りきる。我が覇道を滅ぼう。ちっ、ダセー喧嘩しちまった。俺たちであそこを落とす。野郎ども気合い入れてくぜ。我が覇道の前に、これ以上は無理だっての。悪いけど乗せてもらうよ。ご退場いただこう。先方だから張り切ってたんだがな、目立つ機会をみすみす逃しちまった。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。誰にも邪魔はさせん。見事だな、毛徳。さすがは歯を行く者よ。
筋の通った男だな。集隊の援軍を無駄にはすまい。自分たちの意地、今こそ見せる時だ。何人集まろうと関係ない。毛徳の道を開くため、貴様らを撃つのみ。Yeah.
道を行く。誰にも邪魔はさせん。お見事、見てるこっちも奮い立ちますぜ。戦況は芳しくないか。ここは打開の策を打ち出さねばなるまい。この張文彦の部をお望みか。承知した、張文彦助太刀いたす。ここでお前たちを灰にしてやる。リホ、私も加勢しよう。我が肌我らが武勇この部分に示さん。我が波動の前に滅びよう。ここで燃え尽きるのか。すみません。我が波動の前に滅びよう。義軍もやりおる。これではゲホンに示しがつかんわ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。敵の投降兵もいるし、兵糧もある。これで俺たちの戦力も増強されるな。よし、今こそ義軍を一掃する。伏兵部隊、敵を殲滅せよ。今
今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。この船着き場は防衛における要所、突破されないようしっかり守りましょう。我が波動の前に滅びよう。失楽者も交代してはダメよ。滅びよう。皆を守るのが私たちの役目だもの。破られてしまうなんてここは引くしかなさそうね。まずい、船着き場を取られちまった。よし、これで味方を呼び込めるな。この船着き場、義軍が使わせてもらうぜ。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。見事だな、毛沢。さすがは歯を行く者よ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ここの村人は五軍の動きを目撃しています。重要な情報を引き出せるかもしれません。はい。はい。いや、何か。実は、いや、ここの村人は五軍の動きを目撃しています。重要な情報を引き出せるかもしれません。
ここの村人は。ここの村人は。曹操め、この剣業にまで攻め来るとは。何があろうと引くわけにはいかぬ。ここの村人は五軍の動きを目撃しています。ここの村人。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。
を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。進む先は誰にも阻ませぬ。私が相手だ。勝負してもらおう。これより防衛を始める。鹿の強さを我が背に見よう。我が波動の前に滅びよう。義軍がこれほど盛況と、我が波動の勢いを滅びよう。果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。石膏より連絡。南より敵援軍接近。殿、このまま呉を制圧するのは難しいかと。あと一歩攻めきれなかったか。だが欲を出せばまた手痛い返しを食らうことになろうな。合肥に撤退する。全軍に伝えよう。周囲を失ったばかりで動揺しているかと思ったが、踏みとどまっていたな。敵ながら見事な戦だった。周囲なくとも孫権の下には有能な将が多い。しかし孫吾の被害は甚大です。主要な将の力も知ることができました。石壁の雪辱は果たしたと言ってもいいのではないでしょうか。そうだな、満足のいく成果ではあった。下降と長領合肥にとどまり、軍の再編成を行え。分かった。満朝、孫権はまた必ず侵攻してこよう。合肥周辺の地形をよく調査し、防備の隙を埋めよ。承知しました。私の得意分野です。お任せください。孫賢明、父や兄には及ばぬと思っていたが、よく軍勢を求めている。息子を持つなら孫賢のようなものがいい。何をおっしゃるのです。殿にはすでに士官殿という素晴らしいご子息がいるではありませんか。そうであったな。しかにこの父は今孫権を討つことがかなわなかった。お主であれば孫権を倒せるか。無論です。その言葉しかと聞いたぞ。次こそは絶対に孫吾を倒しましょう。そうすれば殿もあんなことは。士官殿。父よ、まさかあなたは